どうも、こんばんは、エネムです。今日は、2019年12月31日ということで、例のごとく、毎年投稿している締めの雑談動画といきましょうか。今年も、本当にいろいろありましたね。3月ですかね。3月には、東京グール RE インボークが2周年を迎え、ぶっ壊れの金木と有馬、本当にかっこよかったですね、あの二人、登場しました。で、7月にはですね、東京グールの実写映画第2弾ということで、東京グール S が公開されました。松田翔太さん演じる月山修、本当に素晴らしかったですね。で、11月、まあ、いきなりちょっと11月になるんですけども、11月には東京グールあるいはコールトゥーエグジストの発売と同時に、インボケのサービス終了ということで、まあ、他にもいろいろあるんですけど、パッと思い浮かぶのはこのあたりですかね、うん。特に印象に残っているのは。まあ、やっぱりインボケのサービス終了は大きかったですね、僕の中では。本当にずっと2年半以上投稿し続けてきたコンテンツ、ゲームなので。まあなんか、ごっそりこう、心に穴が開いた感じというか、なんかあれですね、部活引退した後の、学校生活みたいな感じです。個人的には。まあ、コールトエグジストももっとアップデートとかですね、DLC とか、情報を出してくれればいいんですけどね。発売して、それっきりっていうのは、ちょっとどうかと思うんですけど、まあ、そもそも売れてないっていうのがあるんで、まあ、納得っちゃ納得なんですけど、この先ですね、東京グールに何か進展があるかはわかりませんが、まあ、動画投稿は頻度落ちても続けていきたいですね。まあ、来年の夏には石田水先生のジャックジャンヌが発売されるので、まあ、そちらの実況動画も、投稿していこうかなと思ってます。まあ、興味がある方はですね、そちらの方も見ていただけると、僕も個人的に嬉しい限りですね。まあ皆さん今年1年振り返ってどんな出来事が印象に残っているんでしょうか。まあ個人的なことでもね、構いません。別に東京グールに限ったことでもなくて、個人的になんか受験があったよとか、そんなんでも構わないんで、よかったらコメント欄に、書いて僕に教えてください。では、とても簡潔に、まとめてしまいましたが、今年も本当にお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。当たってねえか？当たってる？当たってるね。これで終わりだ！天の鎖！イエス！よっしゃ、勝った、やった勝利。まあまあまあ、多分来たよこれ、多分これ来たよ、多分これ来たわ。うわ違う、うわー、めっちゃドキッとした。グールだったけどめっちゃドキッとした。よっしゃー、このお金気も死ねえよって言うんだ。あ、ちげえわ、死神がいたわ。死神マジで口悪いな、このポッター。南持ってるやつ結構いるで、正直。あ、なったわ。全然実感ないな。で、いわマジでマジでなえるよな。ここ2回
さあ5秒前、5、4、3、2、1。 What? What? 嘘だろ、どういうこと。走車、位置について走車近づけさせるな、あいつを近づけさせるな、走車じゃ近づきそうだったらスキル打って走車。